2020年10月8日木曜日、この日は、夜営業のメンハウス木漏れ日に行きました。はい、目的は本日の限定鳥塩でございます。本日の限定鶏塩、こちらの具は海苔、メンマ、小口切りの青ネギ、角切りの白ネギ、豚バラ肉チャーシュー、三つ葉、そして柑橘系の皮でございます。佐賀県伊万里市の東洋館右衛門の伊万里焼きの丼が極めて美しいですね。丼から熱々でございます。黄金の鶏油が浮かぶ、こちらの鶏塩スープは、どうやら京都の地鶏丹波黒鶏を使った鶏スープのようであります。ということは鶏油も丹波黒鶏も鶏油で、そこに合わせるのは塩だれというシンプルな構造です。鶏 100% スープかは定かではありませんが、他に使われていたとしましても少々乾物系のところかと思います。はい、それでは極めて美味しそうな淡麗鶏塩スープをいただいてみたいと思います。鶏油の動きが極めて美しいです。いやー、昨日に続きまた来てます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 。淡麗ながらめちゃくちゃ分厚い鶏だしです。濃厚鶏塩チンタンという感じですね。濃厚で分厚い、京都の地鶏丹波黒鶏の旨味香りをサポートする鶏油のコク、だしも鶏油も丹波黒鶏なので、鶏油が鶏だしをサポートするのは当たり前でありますが、そしてさらに、絶妙なのがこの鶏だしの濃厚な鶏だしの旨味に幅を与えております。おそらく昆布、干し椎茸などの乾物系、だしに使われているのか塩だれに使われているのかは不明ですけれども、これらの乾物系が幅を与え、さらに、この鶏だしの旨味を引き上げております、引き立てております、持ち上げております。そして塩ゆえだし感ダイレクト、何よりじわーであります。はい、そしてこちらのシルキーな麺は京都麺屋定額から仕入れている麺だと思われます。茹で時間若干短めに、作られております。コシのある食感が特徴的です。で、中細というより中太の感じですね。なのでおそらく切り刃は20ではなくて20かもしれませんが20ではなくて18番手の断面可動、これだけスープに力パワーがありますので、この中太ぐらいのストレート麺、つまり、すすり心地というよりは、噛み締め感に、印象を与えつける感じが、ベストマッチングしております。切りは22か24の極細にしてしまって、持ち上げにこう持ち上げの束なりに、こうたくさん持ち上げられる面でも面白いかもしれませんけども、この切りは18もいいですね。いや、じんわり感マジ半端じゃないです。昨日は洗練された宇奈間山地鶏と鴨のフュージョンの中華そば佐々木の鶏地、鶏そば塩をいただきましたが、今日はじんわり感、半端じゃない濃厚鶏塩チンタンをいただいております。木漏れ日でいただいております。それでは、細切りのメンマでございます。こちらはコリシャクコリシャクコリシャクの食感で、味付けも濃いめで、絶妙なパーツとなっておりますね。麺とスープを邪魔しておりません。絶妙なパーツでございます。麺
肌が極めてシルキーで綺麗なチューブとストレートですね。やはり木漏れ日の場合はですね、このスープを引き立てる麺という感じですね。麺が主役というよりもスープを際立たせる麺、スープを引き立たせる、麺という感じでございます。はい、それではこちらの豚バラ肉チャーシューでございます。毎度ながら小ぶりなんですけども、適度な厚みがあり、味付けも濃い、タレの味付けも濃い、しっかりタレの旨味が染み込んだ、豚バラ肉らしい旨味広がる、絶品のチャーシューでございます。ありそうでない豚バラ感がいいですね。豚バラ肉チャーシュー感がいいですね。そして中盤から後半にかけてでありますが、当たり前のように当然のようにチューは少なくなってくるんですけれども、鶏出汁の分厚さが分厚い状態というのは変わらないです。むしろ全体が馴染んできてじんわり感が強くなってきます。チューがだんだん少なくなってくることにより、さらにじんわり感が増してきます。スープに散りばめて、軽く散りばめられております。柑橘系の皮もいいですね。塩ラーメンにこの柑橘系の皮というのは、鉄板の部分もあるんですけれども、この小口切りの青ネギ、角切りの白ネギ、柑橘系の皮もですね、この絶妙なこの塩の鶏塩を引き立てる役割となっております。はい、それではまた豚バラ肉チャーシューであります。いやー、ありそうでない、この豚バラの美味しさって感じでございます。いやー、じんわり感が本当に素晴らしいです。濃厚鶏塩チンタンの梅、京都の地鶏丹波黒鶏を使った鶏塩の一杯、半端じゃなく美味しかったです。じんわり、美味しかったです。もしかしたらレギュラーメニュー化するかもしれないということでありましたので、嬉しいですね。連日で、最高の塩をいただきました。昨日は中華そば佐々木で、絶品中の絶品のオープンマイアイズ、鶏そば塩をいただきました。この鶏そば塩は引き算系、ラーメン、鶏塩ラーメンで、今のところ宮城ナンバーワンとなっております。そして連日で今日はバランス系といいますか、こうじんわり系の、鶏塩をいただき、感激でございます。木漏れ日で、鶏塩をいただき、美味しい鶏塩をいただき感激でございました。宮城の塩ラーメン、ハイレベルになってきましたね。京都の地鶏、丹波黒鶏を使った鶏塩の一杯、木漏れ日メンハウス木漏れ日、そして宇奈間山地鶏、宮崎県産宇奈間山地鶏を使った、鶏そばの塩、中華そば佐々木、比内地鶏と青森シャムロックの出汁、鶏 100% 出汁の麺消毒岩流、山水地鶏を使った、品そば屋の塩、徳島県産、阿波踊りを使った限定の地鶏ラーメン塩、ラーメンひばり、丸釜の魚介塩、そして、ラーメン居酒屋アンズの魚介塩、
宮城は美味しい塩ラーメンのお店が増えてきましたね。個人的にはそんな感覚です。鶏塩本日の限定、極めて美味しくいただきました。濃厚鶏塩チンタンという感じでございます。鶏の分厚い出汁が半端じゃなかったです。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ご視聴いただき、ありがとうございます。これからもですね、美味しいラーメン麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。